てか、大丈夫、ご飯行こう。一応、3万人、あ、サブちゃんです。イエーイ。一応さ、3万人年代の人で。10万人記念ぼっちの冒険10万人記念フィナーリアゴーそう、俺ら、年内、平均再生5000回、で、3万人目標にしとったんやけど、平均再生が1万か2万ぐらいになって、で、ね、まあ登録者も皆さんご存知の通り3万人突破したんで、で、それから集まってなかったよね。最後に集まったのが12月の。あ、何平均再生1万2万や。3万3000じゃ。あ、そうやったっけ。そうよ、俺はちゃんと数えとった。で、まあそれから集まってなかった。最後に年末に集まったのが12月24日やったよね。だから、ということで、今日初めて突破して、初全員揃ったということで、なんかご飯食べ行くか、マックの出前頼むかやったらどっちがいい？食べ行く。食べ行く。いや、もう任せる。新年一発でマックは何かじゃない。じゃあどっか行きますか、食べに。けどまだ俺の撮影があるんで、撮影してもらいます。早すぎて。結局まあ暮らし安定。待って、じゃああれ、もつ鍋に乾杯の温度やってもらう。お前乾杯するぞ。年内ね、目標達成したってことで、大幅に。はい、乾杯。乾杯。はい、じゃあ来年は30万と、平均も30万かな、平均されて。平均は、いや、30ちょっと行き過ぎだから、27ぐらい。27ぐらい。うん、いや、33かも。いや、31万2963かな。めっちゃ刻め。じゃあ今年は2023は30と31万9200でいきます。で、あとファンイベント開く。あ、いいね。でもあんまりさ、なんか TikTok とかで告知したらそうじゃない？ね、頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、あとは回線よろしくお願いします。ゆっくり楽しみます。はい、音取るよ。今年なんで同じことを2回も言わすの。今年何人取れるのが目標？ナンバーワンみたいな。今年中にはまだ11ヶ月もあるけ。誰ファン、ファン行く、人気になってファン行く。これは公開するやつだけど大丈夫。考えてもあるんかな、分からんけど。一番いいのはそのちゃんといい人と出会って付き合えればいいけど、うん、ああワンナイトじゃなくてね。血迷っとる時やったらワンチャンワンナイト、どうしてもありかな。どうしてもこれじゃないと死ぬみたいな。これじゃないと今年の状態でもう明日から生きていけるみたいな。さすがになるかもしれないけど、もう心臓する手段がこれしかねえ。これしかねえ、行け、させっつって。違う、いろんな意味でさせ。させ。